ゼフェリーノ・ナンダ・ヤパラルダの像。ゼフェリーノ・ナンダ・ヤパラルダは、メキシコの民族及び古典的なマリンバ奏者。メキシコシティでは、クラシック音楽をブラス・ガリンド、マリア・ガルシア・ゲンダ、カルロス・チャベス、カルロス・ヒメネス・マバラクに支持。彼の孫のグスタボ・ナンダ・ヤパは、ドン・ルイ・リトスとして知られる。彼は1956年に、マリンバ・ナンダ・ヤパを結成。これは、 人気のマリンババンドで、メキシコやラテンアメリカのフォークミュージックを演奏するために各国を旅してきた。ロンドンのロイヤルフィルハーモニー還元楽団及び、マドリッド還元楽団のソーリストでもある。バッハ、モーツァルト、デファラ、ガリンド、リスト、ショパンの作品をマリンバに適用させ、世界の他の国々で知られるようにします。マリオクリ、ブラスガリンド、 フェデリコ・アルバレス・デルトロ、エドゥアルド・アングロなどの様々な作曲家が彼に献身的なコンサートを行っている。3歳の時、マリンバのメーカーである父親が小さな子を作って遊んでいました。27歳の時、マリンバでメロディーを演奏し始め、人気の音楽を演奏する子供たちのグループ、ロス・ム・チャチトスを結成しました。15歳の時、彼は 国立音楽院で指揮を学ぶためにメキシコシティに移りました。その期間ではブラスガリンドがディレクターであり、カルロスチャベス教授でした。彼は校舎の友人であり、彼の有名な作品であるタンブコにパフォーマーとして参加するよう招待し、なんだやパに次のように答えました。マリンバではメモは非常に遠くにあります。後に彼は、 カルロス・チャベスにとってそれはとても面白かったし、それ以来私たちは友達になったと語った。バッハとボルフガング・アマデウス・モーツァルトがマリンバでピアノのレッスンを練習している。彼は2010年12月28日火曜日の午後6時35分にメキシコのトラルネ・パントラで亡くなった。12月13日の転倒の結果、彼は頭蓋骨の器部に損傷を負い、 脳の炎症を引き起こした。彼の遺体は埋葬された。すに、ありがとうございます。